TV です。南国のハワイにやってきました。これが配られましたよ。いよいよ出発ですけども、ちょっと開けていきたいと思います。ハワイアン航空初めてなので、お、開けると中にアイマスク、ね、サングラスみたいな。今回のテーマはね、これアブから新しく出るズームサファリ。こんなにねコンパクトなんだけど、で何よりも安い。ただね、本格的な、まあ、ルアーロッド、まあ、ルアーに限らず餌なんかでも使ってくれなんて感じで言ってましたけども、結構ねついでみるとしっかりとしたウルトラライトアクションのこんな感じのねロッドになっちゃう。今回はねこれを使っていろいろなターゲットを狙っていきたいと思います。おはようございます、釣り子 TV です。これついに届きましたっていうのもね、なんだろうっていう感じで、これねパックロッドのルアーロッドなんですけども、まあねちょっと早速ね開封の方していきたいと思います。こういう感じでね包装されてるんですかね。ちょっとおー、出てきた出てきた出てきた。はーい、これがね釣り竿パックロッドなんですけども、早速開けていきたいと思います。はい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 、どんな感じかな。うわー、来たー。こういう感じは初めてですね。なんとね、これまだねプロトのロッドなんですけども、この先ね発売が予定されているアブのね釣り竿ね、そのプロトタイプを今ね開封していきます。あー、こういう感じでこういう感じで、おー、きたー。アブのロゴが入っておりますけども、これね今年2020年のアブのロッド、これズームサファリねー。いやー、ちょっとねこのタイミングでこれねご紹介できるの非常にね嬉しいなって思うんですけども、実はね先日開催された釣りフェスティバル2020の会場でですね、アブの竿を見ていこうなんていう感じでね見ていたらですね、このズームサファリが目に入ってきたわけなんですね。そこでんーちょっとねこの先旅行の予定があるので、まあねちょっといつもアブのね、動画なんかもね作ったりしていて、何よりもねあのピュアフィッシングの、看板のですね小森嗣彦プロ、そことのつながりもあるし、ちょっと無理を承知でね小森さんにあのアブのすげえパックロットちょっと借りることできないですかね、やっぱ難しいですよねなんて相談したところ、は聞いてみるよっていうことで話を聞いてもらったところ、トントン拍子に話が進みまして、ちょっとじゃあ試しに一回使ってみますかっていうね嬉しいお声をいただいて、そして今ねこれが家に届いているっていうこういう状態なんですね。はい、じゃあね早速初めてのエリアに来たんですけども、まあなんか遠浅のリフサフィなんかしたらね楽しいような感じなのかもしれないですけども、今回はこれねズームサファリ、これを借りることができたんで、これをね使って小物釣り、まあね本当ハワイっていろいろ釣りが楽しめちゃうっていうことで、まあいろんな魚種を狙っていきたいなーなんて思うんですけども、まずはホテルから歩いてほど近いところにねこんな感じのまあタイドプールのようなエリアがあったので、ここでね試してみたいと思います。でね、アブなんで MGX とかねそういったリール、あとはカーディナルなんか雰囲気でそうですよね、クラシカルなデザインなんで、ですが
実は俺アブのねスピニングリールすんごい古いのしか持っていなくて、今回はリールはシマノね、P ラインの細めのやつが入っているんで、コンプレックスねこれをくっつけて、で P のね 0.85 が入っているので、それとねこう組み合わせてやりたいと思います。あの MGX シーターとかね、ああいう軽くてねトラブルが少ないリールができてきているようなので、そういったのもね、使ってみたいんですけど、何にしろまだ売っていないんで、まあ今回はね、リールは、シマノなんですけども、こんな感じの組み合わせ。あ、なんかでもね本当手元重心、まあ当たり前だけどここに重心が来るから非常に軽快に使えちゃいそうってことで、まあとにかく丸坊主だとねつまらないので、釣りにかかるね本当小さなワームでちょ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 って言ってね、いろいろ投げてみたいと思います。ガルプとかね持ってきたかったんだけど、結構ね手持ちのねガルプがね、汁が吹き出したりしていてね、とんでもない感じになっていたので、今回も本当こんなコンパクトな、バッグの中に、これねエコギアのアジセット、ここら辺でなんかちょん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 やったら面白い魚釣れんじゃないかなと思って、でつけるルアーもグラスミノの SS、 まあこういったルアーでねちょっとした根魚みたいなのから狙えるんじゃないかなと思ってボックスに入れてきました。その他ねルアー釣りではまたまあいろいろ試してみたいのはあるんですけど、まずは小型のジグヘッドでね、なんかこういうタイドプールとかで食わないかなって試してみたいと思いますよ。ほんとね海のルアー釣りとか始めた頃からお世話になってるこれグラスミノーの一番ちっちゃい SS サイズっていうサイズだね。はい完成。こんな感じでねちょっとねこういう水たまり攻めていきたいと思います。こういう釣り竿をねちょっと中途半端な状態の時に投げたりすると、あと魚かかったりすると折れたりする。あーなんかちっちゃいのいますね。ちっちゃいのがフラフラ泳いでるけど、ハゼみたいなのいるよ。ね、でっかいのよね。いやー癒されるねこの波の音、ザブーンっていうね、これがまたね、おちょっと大きな魚がいるか。わあハゼみたいなのが食いつく。これでも針がちょっと大きいのかな。みんなね、わー食った。なんかね、ちっちゃいね、ハゼ系の魚が興味津々。なんか針がもっとちっちゃい針か。でもノムシンカーとかのが食うのかな。なんかでもハゼクラとかやったら食っちゃいそうな感じですね。なんか。ほんとね、こんぐらいの小さなハゼがねしゃぶりに来るんですよ。興味津々。ほらほらほら、あもっと針小さくしないとダメだったかな。一番ねまあ小さい針持ってきた。まあでも宿に帰れば
もうちょっとアジング用の針とかも追加で持ってるんで、ちょっとでもね反応するから、せっかくだからどんなねハゼがいいのか、ハワイのね固有種とかかもしんないから狙ってみたいんですけど、お、ギンポみたいなのがいた。おお、やっぱね食いつくんすよね、このなんかちっちゃいのが。うん、反応してくれるからね。まあつるつらないは別にして、ちびっことかとねほらほら追いかけてくるよなんてねやっても盛り上がるかもしれない。お、あー、バレた。いるはいるんだけどね、面白い。まあミドストみたいな感じですね。あ、ミドストみたいな感じ。すごい波ね。あ、サーフィンとかうってつけなんでしょうが、今回はズームサファリで何か小物が釣れないかね試してみてますけど、思ったよりハイタイドのところでしっかりとこのね浅瀬に魚が供給されてるようで、案外ねよく観察してみるとすごい魚がねいっぱい、ここら辺の水たまりもねしっかりとこう色の、ね、魚が遊びに来てますね、タイドプールに。ちょっと大きめのがいるタイドプールとちっちゃいのしかいないタイドプールで分かれてるみたいですけど、深めの水たまりを発見したらチャンスタイム到来って感じでいいんじゃないかな。たまになんか少し長めな魚がひょろひょろって泳いでるなーなんて姿も見えるんで、ちょっとバレた。なんかねハゼがかかったんだけど、グラスミノーでもダメ、どんだけ擦れてんだよっていや誰も狙ってないと思うんだけどな。でもすごいね反応はしてくれるから、今ねすごい熱くなってますよ。なんとかしてねどんな感じの魚なのかね見たいよね。お尻のプリプリが肝なんだとしたら、ちょっと新しく今、あ、短いからこういう穴の接近戦超得意これ。すげえいっぱいいるねハゼが。あ、ハゼって音どこにでもいてね、案外好奇心旺盛でいろいろと、お、あると。ここだけ食うのはなしよって。おお、親分がいるはずなんだけど、ないね。いや案外いる穴といない穴があって、で海に近すぎると
ハゼ族がいなくてね、なかなか最初のあそこのちょっと深いここ反応良かったな。ここちょっと狙ってみよう。おお釣れたー。いやー綺麗なハゼー。いや釣れましたよ。ズームサファリ初ゲットはハワイのハゼね。ズームサファリっぽいっしょ。ほら、はーい、ズームサファリで最初の魚はハワイのこの綺麗なハゼね。ー綺麗ね。グラスミノーってね、エコギアの昔から海で遊ぶんだったらこれってワームに来ましたよ。この短さだからね、本当こういう穴釣りすごいしやすいです。ズームサファリで海の小物釣りね。はーい、じゃあね、逃げてもらいます。イエイ。はーい、ありがとう。続く。